ございます。今日はですね、待ちに待ったこちらの企画になります。アローアウォーズ2020。まずはですね、前回アウォーズ2020の募集動画を出させていただいたところ、非常にたくさんの方からですねコメントをいただきました。皆さん、まずはたくさんのコメントありがとうございます。たくさんのコメントもいただきましたし、今回はですね、部門数がもう相当数あるということで、動画いくつかに分けてですね、こちらの結果発表の動画をお送りしたいと思います。今回は第1部ということで、4部門の結果発表とさせていただきます。今回発表する部門は小原煽り部門、続いて横断幕部門、さらにはちゃんと部門、そして最後にポンピーの高笑い部門、こちらの計4部門になります。それではまず小原煽り部門の方から結果発表していきたいと思います。こちらは、はい、まあ、部門ごとによって違うんですよ。小原煽り部門に関しては4位から発表させていただきます。はい、わかりました。ひろゆきさんいます。さあ、これはマリオカートチーズランドですね。はい、煽りの第4位です。これやっぱりはもうなしでございます。これなんだっけ。小原明さんが2位になりました。いいんじゃないですか。いや、これかなり最近のレースからノミネートですね。はい、はい、もう本当に今年は私の中でひろゆきさんも大流行です。いつもね、ひろゆきさん生放送を聞かせていただいてます。ありがとうございます。ひろゆきさん1位にいましたからね、これ。いや、実際にやはりいたんです、このレースの中に。はい、はい、ということで煽り部門第4位こちらでした。続いて第3位いってみましょう。こちらもマリオカート DK ジャングルからのノミネートとなりました。まだこれも最近の企画か。あ、オッケー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 。はい、ボスナーさんの足ですからね。はい、ちょっと申し訳ございません。いや、それではボスナーさん、フォローバックありがとうございます。あいつの怠惰で怠ですよね。もう、はい、怠惰で怠だよねとかの方が綺麗ですけどね。はい、ちょっと間違えました。はい、こちらに関しては芝の友達からも好評でした。ありがとうございます。はい、それでは続いて煽り部門第2位の発表です。はい、こちらはまだちょっとこの髪の長さ懐かしいな。早く戻りたい。思ってる、本当に。オッケー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 。リボンロードからのノミネートです。いいぞ。これはだいぶ昔だな。いい状況です。これは1万企画の時か。はい、はい、さあ、正確にミスなくいきましょう。2レース連続で1位取れば1万円企画の時ですね、これは。ありがとうございます。高宮行こうか。はい、オッケー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 。ワッツライオーオッケー。リボンロードはまあ得意なのですからね、俺も。これでリーチかけたのか。いや、でもこれでもスタンプにもなってますから。はい、これがマジでネタ元になってます。はい、はい、さあ、それではこの後は煽り部門栄えある1位の発表になります。いや、もう全部マリオカートですか。やめろ。あなたが煽れるのが恥ずかしい。はい、これはもう国民に覚えてますね。これは本当決まったなって感じ。なんで。いや、俺さあ、キンキンスターで抜いてったら。オーケー。9位だけどあいつを抜きました。オーケー、最高よ。ああ、やだ、煽りの鋭さ笑ってきてますよ、やっぱ髪短くなってから。いや、本当に吹っ切れたんじゃないですか、それ。いや、でも悪くない。吹っ切れて、切れた1年でした。ということで、煽り部門の第1位はこちらのマリオカートのボスナーさんの真似でございました。ボスナーさん、大変失礼いたしました。この1位のですね、動画に関してのコメントです。クレソンさんから、やっぱりボスナーさん風煽り、これはもう心の声ですということです。あ、ボスナーさん動画頻繁見させていただいてるので、本当に心の声がそのまま出てしまいました。さらにトシチムリさん、ボスナーさん煽りかな理由、2人の中でよさにじみ出てていいということです。ありがとうございます。あいつの再会がマジで嬉しかったです。はい、続いて2部門目いき
たいと思います。こちらもかなり盛り上がった部門です。横断幕部門の発表です。こちらは、何位からの発表になりますか。こちら3位からです。はい、こちらは3位から発表していきたいと思います。それではまず第3位からいってみましょう。いやーそこはいこのこの時出たな、はい、はえ、何インポスターコアラって。それはもう違反、マナー違反でしょ。マナー違反だ。いや、吉野リバーはもう選出できません。このアボージスらしくない。ちょうどこれの直前にやった終年ボンバーさんと別の大会でも吉野リバーの問題が壊れてますから決別させていただきます。そちらの様子めっちゃ動画で、みんな来てね、俺の携帯ショップ。よし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 。やめました。やめました。なるからやめてほしいから。これはわかるよ。でもこれ。お前やめろよ。さすがに。これは。これはね。これバカでもわかるやん。ということで第3位は、川でした。はい、それではですね、横断幕部門第2位の発表になります。あ、いいね、この時こういう髪型も。いや、普通今の男らしくてかっこいい。オッケーオッケー。やめてよ。やめてよって。横断幕は。コアラアウトですね。これがコアラアウト初デビュー戦ってことですね。だ、横に吉野もやめて。さすがに一年中これ引っ張るのは。はい、それでは続いて横断幕部門第1位の発表です。さあ、これはコアラ家 FC 東京を救う企画、非常に楽しみな一戦です。玉川クラシックの試合ですね。これもお前が意図的にやってるから、ね、この順番まで。いや、順番もそんな指定できない。じゃなかったらこんな笑ってないもん。その順番指定してるんだったらこんな笑えません。偶然で、はい、吉野とゴアラアウトはこちらで設定できるんですけど、ビリーブに関してはデフォルトで入ってるやつなんで、もう変えることもできない、消すこともできないやつ。オッケー、そこは間に。もうこれはコナミ側の煽りということはいいですね。的に、はい。はい、許せません、コナミさん。たまに吉野ビリーブゴアラアウトっていうのを設定したと勘違いされるんですけど。はい、だからこれはもう運営、奇跡が起こったと。ビリーブは奇跡的に入ってます。はい、奇跡が近づいてるということです。ビリーブデフォルトです。はい、この1位の動画に関してのコメントいくつか紹介しましょう。リリアとさやか推のガンバサバさんから、吉野ビリーブコアラアウトでしょ、インパクトが強すぎますということです。こちらにとっても衝撃的でした。さらにはジョンソンさんから、吉野ビリーブコアラアウト、その後の横断幕ブームがしつけなくなってくれたから。いや、ブームは別に来てないですけどね。最後に緑茶麦茶さん、吉野ビリーブコアラアウト、その後謎のザッとさせ使いが面白かったということです。ありがとうございます。ざっとしていらないよ。ざっとしていらません。はい、ということで、こちらは横断幕部門でございました。それでは続いてちゃんと部門いってみましょう。寂しくるよ。さあ、こちらはビジャレアルか。何やってるの。マジョルカ。マジョルカ、マジョルカを救う企画です。ビジャレアルを救う企画がやってよかった。これはメッシにバレセルナの時にゴールぶち込まれてます。いらねえ。これは腹立ちました、マジで。立ち上がれ、マジョルカたちよ、お腹ちんちの、お前寄せよって。全く声が出ておりませんでした。応援歌としてはよかったんですけども、いつも通り裏返ってしまいました。はい、はい、こちらが第3位となっています、はい、続いて第2位いってみましょう。最高さ、マジで最高、最高。はい、これは最高、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 最高。いやいやいや、俺これ1位かと思ったけどな。
今年作ったちゃんとならなかなか自信作ですね。自分で間違えてるでしょ、はい、そんなこと、はい、もう歌詞分かってないでしょ、はい、もう即興なんでね、ラップとちゃんとは。いや、ほんとゼシンクがよくやってくれました。今のね、あのフィアでやってる田中龍君にもちょっと同じ匂いを感じてます。はい、それでは続いて第1位の発表です。ブルガリアからようこそ。ハハ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 ハ。東南はもう結構圧倒的に多かったですから、ね、あ、なるほど、はい、こちらのですね、第1動画のコメントです。ケイト高橋さんからです。裏声の2位にかけようということです。ありがとうございます。いや、もう年々ね、声が高い声が出なくなっていってます。厳しいです。続いて成田さん、ブルガリアからよう来た。これはマジで笑いましたということです。ありがとうございます。ぜひ皆さんも歌ってみてください。最後にリオールドさんからです。トネのちゃんとは強い中毒性がありましたということです。ありがとうございます。ぜひ何度も聞いてください。はい、それでは今回の動画でのお発表、最後の部門になります。4部門目はポンピーの高笑い部門になります。それではまず第3位の方から見ていきましょう。今日は懐かしのパワープロです。はい、ゲームかっこいいですね、この時は。ワイルドで。ここでチェンジアップか。満塁でしたから、ね。はい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 。さすが。あの、チェンジアップ、マジ頼む。絶対このゲームや。ねえ、こいつ、煽りうざいですけどね。いや、わかんねえ。予告はしてましたけどね。はいはい、チェンジアップが入るので全くタイミングが合いませんでした。こちらが第3位となります。それでは続いてこの部門第2位発表していきましょう。じゃあ開いてるよ。あいやーうるっせえ、黙れ。何々だよね、いちいちうずいから。こっち開いてるよ。僕も一応弾幕出てます。そんな動けないから。これはちょっと俺も やりたくなっちゃいました。真似してやろうとするんですけど、そこに入れたら怖いところだけどね。後ろのサポートも相当煽ってます。もう相当我慢してます、この時点で。いや、お前笑いられんねん、配信に。絶対決めたいから真ん中で。真ん中行けよ、ここは。いや、素直だからね。俺は次から行くから、こう言われた時。これが、第2位でしたね。はい、それではポンピータコアライブ問題1位はこちら。懐かしの遊び大全です。どうしただろうな。あらーあこれもうざかったな。その程度の駆け引きか、こいつは。こいつはね、不安で遅い球なんて投げれないのよ。この解説はうぜんだよ、いちいち決め球には使えないのよ。めくれるとこういうことなんだよ。うざすぎだろ、この高原、今聞いてもメッスさんみたいな。挑発になるとストレート。どうも、コアラです。いや、これはマジでうぜ、ほんとに。ということで、こちらの遊び大全の野球、こちらが1位でございました。
こちらもねコメントいくつか紹介させていただきます。まずはこんな顔になりたかったさんからです。世界の遊びの野球のメッスみたいな笑い方が、いやまあの高笑い、マジに似てました。今のは特に俺腹立ちました。続いてニシン電信さんからです。遊び大全の野球かな、一番悪魔的だったかなということです。解説も含めてうざかったです。最後に英霊代理人さんからです。世界の遊び大全野球は悪魔のような高笑いだったとこです。 P 挑発に乗るとストレートどうもコラですということでねマジでうざかったということで、この野球版がポンピータカーライ部門の1位でございました。ということで、皆さん今回の結果いかがだったでしょうか。さまざまな名言やタコ笑いなどが生まれました。皆さんたくさんのコメントで盛り上げていただいて本当にありがとうございます。こちらのアウォーズはですね、まだまだ多数部門ありますので、それはまた次回の動画で紹介していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。